Eh bien, bonjour à tous et à toutes dans ce tout nouvel épisode sur Dragon Ball Z Kakaroto. On se retrouve pour la suite. Alors, dans le dernier épisode, eh bien tout simplement, on s'était laissé avec le sacrifice héroïque de Vegeta qui malheureusement n'a servi à rien étant donné que Boo a tout simplement une régène mais genre énorme, colossale, très très efficace. Malheureusement, Vegeta s'est sacrifié pour rien. Étant donné que Goku n'était pas là, c'était par la faute en fait de Vegeta, tout simplement. Il l'avait assommé, tout simplement, parce que Vegeta, bah, comment dire, il a réussi à reconnaître qu'un peu, il était coupable de l'apparition de Boo, donc c'est pour ça qu'il a voulu essayer d'en terminer, mais malheureusement, ça ne servit à rien. Donc, Vegeta, Goku ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on doit retrouver tout le monde au Palais Divin pour essayer de mettre au courant Goku, en parlant bien sûr à Dende. Alors du coup, sans plus attendre, on y va. Alors, Son Goku avait demandé à Dende de soigner ses blessures, Krillin et les autres lui exposèrent ensuite la situation. Putain, j'ai un petit peu de mal. Bon, bref.魔人ブーの強さは海王神様が恐れていた通り想像を絶するものだ。このまま放っておけば本当に間違いなく地球人は愚か宇宙中の生物は全て消えてなくなる。でもよ、悟空、お前が生きていてくれたのは不幸中の幸いだ。魔人ブーを倒せるのはお前だけだよ。 はっきり言おう。無理だ。オラには倒せねえ。え？ベジータとオラとはほとんど実力に差がなかった。そのベジータが捨て身でやっても魔人ブーはへっちゃらだったんだろ。悪いが、どうやっても勝てねえ。そうか。そう。 ベジータかご飯のどっちかだけでも生きてたらまだなんとかなったかもしれなかったのに。いや、大人数でかかってもおそらく無理だったろう。そういうレベルじゃなかった。いや、そうじゃなくてフュージョン使うんだ。え、なんだよそれ。フュージョン融合ですね。 メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ。あの世であったメタモル星人から教えてもらった術さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり、二人が一つに融合することで、それぞれではできねえような、すんげえ力を持つ新しい一人の人間になれるんだ。 30分したら 元に戻っちまうんだけは注意しねえといけねえんだけんどな。なるほど。ご飯かベジータどちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだな。だが今は二人ともこの世にはいない。もしかして 最悪の事態ってやつかな。中で寝てる二人、ゴテンとトラックスは力も大きさもほとんどそっくり。できないのか、フュージョン。いいぞ、ミスターポポ。その手だ、その手があった。ピッコロ、ギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけんど、 それだけじゃとても時間が足りねえ。あとはおめえが引き継いで修行してやってくれねえか。よし、わかった。いいぞいいぞ、希望が出てきた。あの、チビたちならやれるかもしんねえぞ。ただし、トランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまでかなり時間がかかりそうだ。それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。これは賭けだ。耐えねばならんぞ。
もし絶滅させられても、おめえたちとドラゴンボールさえあれば、元に…なんだ？急に暗くなったぞ。これは…シェンロンが出るんか？ドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろう。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロンを？そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた。すでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り残り2つの願いを叶える前に何とか止めることができた。シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった。OK, alors un petit chargement. Bon, la situation est grave comme on a pu le voir, et oui, et malheureusement ils ont fait un vœu. Putain, un vœu 4 mois, ça, c'est des longs, hein. Ça coûte cher. Alors... ドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様。一体何が。ほん。よし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった、間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだ、キビト、急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。え、絶対に孫悟飯さんを死なせてはいけません。ん、これは海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。キビト、悟飯さんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい、海外。海王神界、つまり私の世界です。海王神様の。本来この海王神界は人間が愚か、神や海王ですら来れない聖域なのだぞ。あ、お宅は確か死んだはずじゃ。生き返れるんですか。いや、そうではない。私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。なんで僕を超え。Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。ん？Z ソード。お気は確かですか、海王神様。人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまい。この私は愚か、
何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を。キビトは死んでいたから知らないのです。このゴハンさんの信じられないほどのとてつもない力を。とにかく試しに行ってみましょう。ついてきてください。その服装、この聖域にはふさわしくないな。Ah, donc là, nous sommes sur la terre natale des Kaioshin. Alors, j'arrive à voir la carte. Oh, c'est petit tout ça, hein, ouais. Et on peut pas accéder à la carte, d'accord. Donc on a quelques endroits de récolte. Ah là, les choses sérieuses, on va pouvoir commencer. On va pouvoir libérer le réel potentiel de Sangohan. Ou du moins le rendre plus fort. Parce qu'avec cette épée qui pèse 3 milliards de tonnes, c'est différent.引き抜いてください。私の知る限りこの剣を抜くことのできたものは誰もいません。引き抜くんですか？なんか昔話でこういうのあったな。このZソードってのを抜くことができたらどうなるんですか？凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブウをもしのぐほどの。すっごくよく切れるってことかな。おっかなそう。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ゴハンさん、やってみてください。はあ、よし。しない。よし、よし、いいよ。スーパーサイヤ人か。まあ同じことだと思うがな。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが、なんで人間に抜くことができよう。やった！なんと！Ah, alors, il a reçu un peu d'XP, c'est pas mal. Bon, même très peu d'XP, hein, c'est sûr qu'à ce stade, ça vaut plus rien. Mais du coup, il a retiré l'épée, c'est là le plus important. Est-ce que l'on va manier la fameuse épée? Je ne pense pas, mais dans tous les cas, il y a un petit hic avec cette épée, c'est que, bon, certes, elle va augmenter le potentiel, mais elle renferme quelque chose de plus grand, et ça, on va le découvrir plus tard, bien évidemment. Au stade actuel, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? À voir. ジジジ。ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるかお前も。おう、どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある三人のバカたちを探してるんだよ。こいつと、こいつと、
こいつ。この三人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ、始めろ魔人ブー。ほい。あの野郎、やりやがった。もう一度言うよ。この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃ、情報待ってるよ。ベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。嘘だ。パパがあんなやつに。うわあ、死んじゃった。泣くな。そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。わかったな。始めぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めぞ。地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。三匹の中の一匹、トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。くそ、家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き切れる。違うの。研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー、特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランクス、お急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫、おじさん、すぐにやられちゃうんじゃない？まあ、少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、奴ら西の都に着いちまうぞ。Ah, d'accord, bon, c'est un changement. Bon, là, je vais pas vous mentir, ça va être THE moment pas piqué des hannetons. Je peux vous dire vraiment que ce moment là il va être aussi beau. Alors s'il est vraiment bien fait, ça va dépendre de ça. S'il est vraiment bien fait, il va être aussi beau que celui de Vegeta. Donc vraiment, on va voir, on va juger. Mais normalement, il y a de quoi retenir son souffle. Alors c'est un moment qui dure assez longtemps dans le manga, mais il devrait avoir du potentiel. Ah, donc ok, on va avoir un petit moment de recherche, mais bon, ça va être très simple, ils sont devant, tout simplement. Rejoins Boo. Alors...
よ。貴様はちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ。何か企んでいるのかな。ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって、そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな、そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。なんだ、再び呪文で封じ込められたいか。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、しょうがねえな。Alors, on va voir un petit fight direct ? Non, une cinématique intéressante. Mudada, mudada. Vegeta, datte, sore o yatte mo muda datta ro. Ja, Super Saiyajin o koeta. Super Saiyajin o mo hitotsu koete miru kara. Nani? Ore ga Super Saiyajin no jōta.これがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。スーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。Bon.Il y a beaucoup de choses à dire, je vais pas mentir. Sur le manga, sur le papier, c'était juste épique. Mais là, dans le jeu, ça laissait désirer. Je trouve qu'il est un peu bâclé, hein. C'est vraiment très, très dommage. Alors là, on est au stade direct. On va faire un petit Genkidama de Yogi. Hop. Oh, ça la calme. Ok. Et bah, pour finir, vous savez quoi?On va faire le stade du point du dragon là. Hop, distance. J'ai déjà à fond là ? Ouais, en fait, je peux pas m'en occuper. Ok. Et bam, hop, on finit. Bon, je trouve ça vraiment dommage qu'il ait bâclé autant parce que la scène normalement dure. Peut-être que là, je vais peut-être exagérer, j'ai un peu bégayé. Mais ça doit exagérer aux alentours de 5 minutes. Ça, c'est dommage justement. Et là, bah, c'est genre en un claquement de doigts.On a une petite scène, justement, où on a un visuel qui rentre dans son œil, qui refait un peu le passé d'enfant à grand, justement avec la queue de Saiyan qui fait un peu, on va dire, surgir le côté naturel, le côté vraiment gorille du Saiyan pour arriver jusqu'au stade de Super Saiyan 3 avec un cri, mais genre qui résonne vraiment dans la tête.
Et là, il en fait à une vitesse folle, comme ça, d'un coup sec. Je trouve ça dommage. Et en plus, il me semble pas de souvenir qu'il y avait une musique genre ouf, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, on enchaîne. On a au moins débloqué cette nouvelle forme, une nouvelle forme genre titanesque. Et du coup, sans plus attendre, on continue. Rotondo damage nashika. Trunks no ki ga hayaku gokidashita. Dragon Raider o mitsukete nishi no miyako o hanare hajimeta na. Oi, naze modoru? Omae to tatakau no omoshiroi. Motto yaru zo. Soitsu wa koue da ga ura niwa jikan ga nei nda. Wari ga kiru ze. Nigeraretto mona yo. Taoshite shimae, Majin Buu. Ika Babidi. Teme no sagashiteru 3 nin wa 2 ga go ni arawareru. Dakara sore made nan ni mo shinei de mattete kure. Tsuyoi no ka? Soitsura. Kekekeke. Boku ga sonna kotoba ni mimi o kasu to omou no ka? Chi. Oshii na. せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ、ウスネロ。探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。ヤッホー。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよーっと。Ok, bon, on a eu un écran blanc comme ça, mais sans aucune raison. Peut-être qu'il devait y avoir une explosion, ce qui fait qu'on a eu un écran blanc, mais bon, peut-être que ça a planté, je sais pas, là c'est bizarre. Mais bon, on atteint un stade très important. Babidi ga inakunatte, Majin Buu wa keisan nashi de hakai wo tanoshinde yaru. Dou shita, Son? Sakki no Super Saiyajin 3 tte no na, tsukau ra ni nokosareta. Jikan wa anmari ne. Sore made ni nan toshite demo チビ2人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの2人だけだ。も、持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし。もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えっから、よーく見て覚えてくれ。まず2人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー。腕を反対にしながら2人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン。手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ。こうして2人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。
うしよう。かっこ悪いぞ。うん。じゃあ、次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆー、ジョン、はっ。よし、さあやれ。ワン、ツー、ワン、ツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。わかった。ピクロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫くん。じい、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ悟空。あ、なんだごてん。うん、わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えばよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。Bon, on a un chargement. Ah, c'est dommage parce que même dans le manga, au moment, je la prends. Ah, on va laisser là. Alors voilà, on va pas aller plus loin, on va tout simplement s'arrêter là. Du coup, je disais, dans le manga, tout simplement, au moment où il montre la fusion à Son Goten et à Trunks, tout simplement, un moment, ils ont une petite baisse de régime et ils demandent à Goku de se transformer en Super Saiyajin 3, justement, 3 plutôt, hein, en réalité, l'AXA anglais, mais tout simplement pour les motiver, pour voir quelle est vraiment cette vraie énergie et quelle est cette forme, justement. C'est assez décevant parce que ça, ils le montrent pas. Donc bon, c'est un choix qu'ils ont fait pour accélérer le processus, mais bon, c'est, je trouve personnellement, un moment très important dans le manga, parce que ça montre l'étendue vraiment de la puissance du Super Saiyan 3, parce que quand il se transforme, et ça part, mais en connerie directement, parce que Sangoten et Trunks se font balayer par l'énergie, par la puissance, et c'est pareil pour Piccolo, si je dis pas de bêtises, il se fait balayer, ou du moins il recule de quand même quelques mètres, donc c'est vraiment conséquent la puissance que dégage le SJ3, donc vraiment, c'est un petit point que je retiens qui est assez dommage. Mais du coup, pour l'heure, on va tout simplement s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous a plu, et tout simplement, moi je vous dis à la prochaine.